皆さんはカラスさんの死体は見たことはありますか？私は田舎でたまーに見かけるくらいで、都会に来ると本当に見ないですね。今回はその理由について、南ジェイミンたちの考察を見ていきたいと思います。ぜひ最後まで見ていってください。それではどうぞ。カラスの死体はなぜ見つからないのかという人類に残された謎。なんでや。カラス以外も見ないやろ。たまに車に轢かれてる。最近よく見るぞ。堤防行けば割と食われてる。虫も見ないやつ多いわ。ガとか死体見ない。夏休みの登校日とか小学校行った時かおぐらいの大きさのガが死んでてめちゃくちゃ怖かった記憶があるわ。虫だろうが生き物だろうが死体見えない今がありがたいけどな。全員見えてたら地獄や。スズメとかの死体も見たことない。普通に道端とか線路に落ちてるんだけど、電線にビシッと止まってるあの量を見ると日常的に全く見かけないのは確かに違和感あるわ。別に未開の森とか全然ないから余計にな。言うほどか。夏に街灯に集まる虫たちが冬に見かけなくなるようなもんやろ。モグラも見ないよな。ちょっと前に車庫の上で死んでてたのカラスがうるさかった。ビルの屋上にある。昔セミ取りなんかで小さな森の中に潜った時によく見かけた恐竜の化石みたいなのって今思えばカラスの頭蓋骨やったんやな。道路維持管理業者が回収してるから他の動物が加えて持っていくんやろ。アパートではインチのドアの前で死んでたわ。多分激突して死んでた。ワインチの車庫は横がガラス張りで改善前はよく通り抜けられると思った。鳥が激突して死んどった。カラスって仲間がくたばってると集まって起きろ起きろって感じで声かけるのな。寝床と巣が森なんだから森に行けば落ちてる。山で死んでとも食いしとるから見ないんや。保健所の人が処理しとるぞ。カラスではないが鳥の死体通報したことある。寝る時には山に帰るしそっちやろな。道でぺっちゃんこになってるの何回か見てる。早朝に電線から落ちたのか真下で死んでるのは見た。その横で仲間のカラスがうろうろしてたのが悲しかった。荒れた高校に野球の練習試合行ったらホームベースの上にカラスの死体置かれてたことあったわ。タヌキの死骸をめっちゃ見る。昔もいたんかなタヌキって。マンションのベランダでカラスに餌付けしてたおばさんがカラスがお礼にベランダにネズミの死体置いてくようになって困ってるって記事見て草生えたわ。あいつら恩返しの概念あるんやな。Y のじいちゃんは何かかった死んでたで。半分白骨化したの見たことある。翼広げて大往生って感じで死んでた。人の目があるとこで死ぬのは、人間が職場で突然死するようなもんだから数は少ないやろ。これ死ぬほど弱ってたらそもそも表に出てこれんでしょ。繁華街で死にそうなほどゆっくりしか動けないカラスは見た。毎日山に帰るからな。弱れば都市部に出勤できなくなって死ぬ。たまに死骸落ちてるぞ。河川敷の川沿いの草むらで割と死んでる。基本的に弱った動物は隠れるやろ。だから人目につがないだけでは。一般的な日本人が食べてるから。こないだ公園で死んでて子供たちが群がってたな。国道とかでたまに見る。漁師や自然死は人間の行き交うところじゃまず見ないだろうな。まあめったに見ないけど車に轢かれたっぽいのは一度見た。今カラスってものすごい数に増えてて困ってるんじゃなかったっけ。 AI が自分でなぜかどうしてそうなるのかを考えられるようになったらすごそう。今は受け手の人間側が莫大なデータの組み合わせによってそれっぽいと認識してる状態だしね。同じタイトルの本を子供の時読んだことがある。結論は、人間が観測機械による観測も含むしてない場所で死んだ野生生物は消える、というものだった。鳩はわりかし見る。頭と内臓らへんがなくなってるのを通勤途中で見るから結構いや。意味不明。つか動物全般そうじゃね。よく見かけるのなんてミミズくらいだよ。一度だけ車に轢かれたやつ見たことあるわ。トラックだったのかマジでペシャンコでカラスたちすらとも食いできなかったみたいで。一週間以上そこで布切れみたいに残ってた。血な猫とかもそうだけど市役所に電話すると片付けてくれてる。消えてるのはそのせい。世の中にお金はめちゃくちゃあるのに、お外にほとんど落ちてないのと同じ。鳩がバカすぎてよく轢かれてるだけで、カラスもたまに見るよ。川沿いを車で走ってたらタカかトンビか猛禽3匹と一緒にカラスが同じ獲物をついて食べてたわ。最近よく見かける骨になってるやつ。ブラックキャップ設置後のゴキの行方。そういや人間の死体も見たことないわ。どこで死んでるんだ。それやおい純一やぞ。仲間が食ってる。街で日本人を見なくなったな。もし道に落ちてても絶対に近寄らないで死に苦情要請しろよ。他のカラスに死体の近くにいるとこ見られるとか覚えられて執拗に狙われるからな。お前の家族が死んだら見れるから楽しみにしとけ。むしろ野生動物の死骸で一番身近なやつだろ。窓とかに激突して脳震盪を起こしてそのまま死んだり、病死かなんか知らんが道端で死んでるカラスは割とおる。
ただ、そういうのがあれば何らかの病気や衛生関連の対処をする上で保健所だったり、交通の妨げになるってことで警察に通報する人がいたりですぐに処理される。あるいは猫やイタチみたいな野生動物が処理してる。スズメもどこで子育てしてんのやろ。ツバメと違って気配さえないから不思議。今朝引かれてるの見て夕方帰る時も同じ場所にまだあったぞ。うちは郊外だから2年に2回未満くらいで見る。2匹くらい見たことあるけど。タヌキの死骸をめっちゃ見る。昔もいたんかな、タヌキって。そりゃ昔からおるやろ。カラスが仲間の死骸に寄っていくのは見たけど食ってるのは見たことないわ。あいつら仲間の死んでる状況とか観察して学んでるらしいな。共食いするしね、カラス。人通りの多いところは通報する人も多いしな。自然界での共食いは意外と普通。カラスは共食いするから見ないんだよ。そら人目につくところに動物の死骸があったら保健所が来て回収するよ。そうやって公衆衛生は守られてる。人間の老人の死体もそこら辺に転がってないし、元気のない個体、体力のない個体はそもそも人里に来る力がないでしょ。火葬場こちらが喉仏です。仏様が拝んでるような形から喉仏と言われております。親族派へ。北極キツネも最近は氷ができなくて北極グマのおこぼれをもらえず上で死んだ仲間の死体を食うぐらい餌がなくて参ってる。山中の巣床でくたばってるで、ちゃんと門限守ってる賢い鳥や。まともな形残ってるカラスの死体は吊り下げるとカラス酒になるから。カラスは仲間の他死体も処理するからだろうけど、最近気づいたのは、キジはよく道路に飛び出すのに犬猫やカエルみたいに惹かれてるのを見たことない。カラスは死なない。動物の死体自体あんまり見ないだろ。水辺は割と死んだカラス浮いてるな。下から大量のカメがついててキモい。カラス以外にもハトとかスズメとかあんなに超飛んでるのに山ほどの羽が舞い落ちてる場面ってめったに見ない。人間が畳の上で死ぬように、カラスもほとんどは自分らの巣の中で死ぬんちゃうか。まあ道路で惹かれたやつ以外で野生動物の死骸なんて見ないな。野生動物は人間の行かないようなとこに住んでて、そこで勝手に死んでたの動物が食うとかで自然が処分しとるんやろ。農家だけど畑でカラスやキジの死骸は稀にある。トラクターで引いたネズミ、モグラ、ヘビはカラスが持っていく。セミの死骸もすぐ消えるような。アリさんの冬のご飯だったりするんだろうか。車道自転車で走ってると死体よく見るけど、もちろんカラスも、ていうかカラスが突風に跳ねもがれた瞬間見たことある。かわいそうだった。小さい頃スズメの見つけて遊具のところに置いといたら、次の日ウジが湧いてて怖くて逃げた。目につきやすいとこの死体は管理者が片付けてるだけ。似たような話に猫の死体も交通事故以外では見ないな。知人によると飼い猫でも死ぬ時はいなくなって姿が見えなくなるのだとか。まあ、室内飼いだと見つからないとかありえないが。カラスが食うからだよ。共食いするからね。どこで死ぬかなんてカラスの勝手でしょ。普通に見かけるぞ。鳩が目の前で飛ばずに車に轢かれるの見た時は驚いたけどね。ひどいとか気持ち悪いとか思う前に、お前飛べよ、野生の生き物だろと内心突っ込んでしまった。森に帰った上で仲間に食われたりするっていう話は解説動画で見たな。田舎やったら、たまに死んでるぞ。そりゃカラスが食うからな。近くの池を早朝に走ってるとよく見るぞ。カモ漁の時期には目の悪いジジイに撃ち落とされてたりする。早朝の秋葉はトラックに轢かれたネズミとかちょくちょく見る。街には人が溢れてるのに人の死体なんか見たことないし、そんなもんやろ。田舎だとゴミ収集所にカラス除けとして吊るしてあるだろ。毎日山に帰るからな。それは嘘。うちのマンションの隣の公園、高い欅が茂っているけど夜中にカーカーうるさい。八尾純一、カラスの死体がないのは、死んだ瞬間に対消滅してこの世から消えるからです。なぜかうちの窓ガラスに激突して死んでたわ。交通事故並みのすごい音がした。事故死を除くと野生動物ほぼほぼ見ないでしょ。カラスどころか野生動物の死骸なんて車に轢かれてるの見かけるくらいやろ。死体あったけど1時間もしない内に処理されて消えてたぞ。カラスは死ぬと別のカラスが持っていくんやで。割と見るし、野良猫のいい餌なんよ。道路とかは掃除してくれる人がいるからな。普通にビルの屋上とかで死んでることあんで。小中学校の頃、普通に見たことあるぞ。同級生がカラスの死体見つけてゾンビだって騒いでたな。バイキングがシャボン玉追いかけてたらハト死んでた話好き。普通に自宅ベランダで息絶えてたわ。最後までご視聴ありがとうございました。面白かったと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。次回もお楽しみに。